ニアです。今日はこんなコスチュームにお着替えしてみます。こちらのセクシー猫ちゃんです。それでは早速お着替えしてみます。はい、してみました。こういう感じです。はい、今日はセクシー猫ちゃんっていうコスチュームなんですけど、まず首に鈴がついてて、あとこの生地がすごいモコモコした生地で、すごい柔らかいぬいぐるみみたいな生地ですね。そしてここに腕輪がついてて、これもモコモコした生地で、スカートは普通のポリエステルの生地なんですけど、フリフリした生地ですね。あとちゃんと尻尾がここに尻尾がついてて、でちゃんとこの針金が入ってるので、自由自在に曲げることができまーす。こんな感じ？では、今日のブラジャーとパンティーをご紹介しまーす。今日のブラジャーは、フロントホックのブラジャーです。なので、フロントホックなので、こう前に、磁石がついているタイプなんですけど、後ろから見た時の後ろ側のデザインがとっても可愛くって、こういう感じ、こう編み上げのレースみたいになっているデザインです。そうで、フロントホックなので、ここからこう外す感じですね。こういう感じで、ここからこう、真ん中の磁石でピタッとつけて、付け外しが自由な感じですね。なので、後ろ側のデザインがさっきお見せしたみたいな、こう、おしゃれな、見せても可愛いようなデザインになっています。それでは、このブラジャーをちょっと外してみたいと思います。外しました。真ん中がこの磁石のフロントホックタイプです。そして色は薄い紫色とピンクとオレンジ色の淡いグラデーションになっていて、全体的にレースでできています。この肩紐とか、あと後ろの部分は薄い紫色のレースが使われています。それではお揃いのパンティーもご紹介します。できましたー。パンティーはこういう感じでーす。
薄紫色っていうのがとっても可愛らしくて、そしてこの腰の部分がアシンメトリーのデザインになっています。そして真ん中にはチャームが一つついています。色味もとっても綺麗だなって思います。はい、それでは今日はセクシー猫ちゃんのコスチュームで今日のパンティとブラジャーをご紹介しました。最後までご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録と高評価ポチッと押していただけたら嬉しいです。またミアのファンクラブパンティやオンリーファンズ、こちらにも楽しい動画を投稿しておりますので、ぜひ遊びに来てください。それではミアでした。バイバーイ。